当主となったジンは世界に対し独立と宣戦を布告した。ジンは言う、圧倒的な力で全てを終わりにすると。三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃、ジン社が三島財閥の前に立ちはだかる。その頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた。俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか。俺は志を同じくする者たちと共に鉄拳衆全兵力の半数を引き連れ、三島財閥からの反乱を決意する。そんな中、ジン社はジンに莫大な懸賞金をかけると発表。ジン社の発表に呼応するように三島財閥は大会の開催を宣言した。そして俺たちは新たな戦いの地へと赴く。全てはあの日から始まった。